とても長い間、そのことを待っていた。僕は彼女が泣くのを聞いている。わけのわからない攻撃的な怒りに捕まえ、体内の内側には血の根っこが漂っている。一筋の光を差し、この夢が夜の中から浮かび出る瞬間、僕は愛したい人を感じた。過去のことを告げ、自由の始まりのようにその新しい愛を語っていた。眠っていても誰かから見られていることを体が忘れを感じる。二人は倒した日、口づけのように狂気の欲望を持って話した日、夜が明けようとした日、青いもやが霧の間に落ち込んでいる。白い光がまだらぬその顔を照らしている。黄色の光線の中で体をまっすぐにした時、静けさの中に。